はい、どうも、凡人と申します。ということで、今日の動画はですね、タイトルにもあります通り、今シーズンの松本山雅 FC の、なぜ松本山雅 FC は、結果が出てないのかについて、データを見ながらですね、ちょっと喋っていきたいなというふうに思います。というわけで、やっていきたいというふうに思います。まずは、この基本のスタッツを見ながら、ちょっと喋っていこうかなというふうに思うんですけれども、今シーズンはですね、なかなか、ゴール自体が、去年と比べても少ないという、このデータは、後でもお見せするんで、そのデータはお見せするんですが、今シーズンは、そうですね、このスタッツを見る限り、ゴール、そしてシュート、あとはパスですね。なかなかパスがつながっていないというのが、一目見てわかると思うんですが、その中でもドリブル回数は3位ということで、これはサイドからの攻撃がよくできているということですね。あとは、やっぱりペナルティエリアへの進入回数が17位と、低いというのは、これは単純にやっぱりカウンター攻撃などで、ロングボールだったりとか入れても、やはりなかなかボールを収めることができていないという証拠でもあるし、全体のラインですね、が、あまり、保てていないというデータにもなっていると思いますね。あとは一番はやっぱりタックル数が21位と、ほぼ、最下位らへんにいるというのは、これはチームの戦術的なこともあるんでしょうけども、まずはやっぱりそのボールのところでの競り合いっていう部分でも完全に負けてしまってると。やっぱりこういうところでやっぱりそのタックルをよりしなきゃいけないとか、要はファールをしなきゃいけないってことではなくて、やっぱりより競り合いにこう強いチームを作っていかないと、必然的にやっぱりパスにはつながらないですし、ここをどうやって改善していくかというのが、まず一つ課題、大きな課題なんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、ここでね、過去松本山雅の、成績についてのリザルトをちょっと見ていきたいなというふうに思います。松本山雅が J2 に参入したのは2012年からですね。そこから、今現在までの、スタッツになるんですけれども、一応去年は、前半戦はちょっとうまくいかずに、後半、今の柴田監督に、途中交代してからは、盛り返して13位という結果になったわけなんですが、ここで、2018年ですね、J2 リーグ初優勝した時の、記録と、去年の記録をちょっと合わせてみると、やっぱり失点が多いというのがやっぱり一番問題、課題ですかね。得点力自体はね、去年は、平均点数は1.24、得点数も低いですね。得点数も少なくて、失点数も、0.81から1.24と、多くなってるということで、得点も取れなくて、なおかつやっぱ失点もしてしまうというデータになってますね。そうです。総得点が18年は、54点に対して、去年は44点。失点が34点に対して、52点ということで、やっぱり失点をいかに少なくするかっていうのは、やっぱり特に、大事だと思いますし、得点に関してはやっぱりそのチームのスタイル的に、やっぱりでも多少なりともやっぱ監督が変わったことによる変化はあると思うので、とにかく失点が多いというのがやっぱ課題ですね。で、ここで、今年ですね、2021シーズンの、今現在での失点数を見ると、もう29ということで、昨シーズンの、半分を以上上回ってる数字になってますね。直近3試合で、11失点という、本当に大きい失点を、重ねているので、とにかく今はこの失点を限りなくゼロにするというのが、課題なんじゃないかなというふうに思います。先ほども見たんですけれども、こ
ちらはですね、昨シーズンと今シーズンの、まあ、スタッツというところになります。平均得点というのも少なくなってますし、失点というのも多くなってるのは、中は、まあ、確かなんですが、まあ、その中でもですね、やっぱり、そうですね、やっぱり、意外とペナルティエリアの進入 回数というのも少なくなっているというのもありますし、あとはまあ、やっぱりとにかくシュートの数がまあ必然的に少なく、まあほぼ変わらないんですが、それでも今年は少なくなっているというところで、まあちょっと、今年はとにかくやっぱりそこですね。とにかくやっぱりシュートまで持っていくというところと、ペナルティエリアに侵入する回数をいかに増やせるかっていうのが、まあ、得点を増やせる鍵になるんじゃないかなというふうに思います。以上がですね、今シーズンなぜ松本や山川が低迷しているのかというものを僕がですね、このまあデータからですね見て、まあ、ちょっと考察してみたわけなんですけれども、やっぱり、ゴールがない、そして失点が多いというところが、まあ、やっぱ一番シンプルで、まあ、なおかつ一番最大の、まあ、弱点になってますね、今季は。とにかく特に、まあ、得点に関しては、やっぱり、まあ、よりコーナーキックとかセットプレーから点を取ることにこだわりだったりとか、まあ、いうところで、まあ、全然サイドからの攻撃っていうところで言えば、まあ、しっかりできていると思いますので、やっぱそこは、まあ、今後改善していくというか、まあ、やっぱりその試合の入り方によってはもうとにかくどんどん、まあ、得点というのは生まれていくと思いますし、まあ、今はとにかく一番課題にしなければいけないのは守備ですね。とにかくやっぱり失点が多すぎるというところで、まだリーグ戦半分終わってないですけど、もう去年の半数近い、半数以上ですね、のね、もう失点をしてしまってるという、まあ、ところで、とにかくこれからの、まあ、一試合一試合、とにかく失点をゼロ、まあ、クリーンシートで抑えるっていうゲームを増やしていかないと、このままではもう昇格どころか、まあ、降格も危ぶまれる、まあ、事態に今、直面してるはずなので、とにかくそこを、まあ、改善するというところを、まあ、チーム全体で共有していけば、おのずと、まあ、順位というのは上がっていくんじゃないかなというふうに思います。というところで、今日は、ここら辺でね、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。